どうもブンブン、ハロー YouTube どうも、カラコですハロー、ニッシーですはい、ぶれないよ、僕ははい、はい、今日はですね、皆さん、はい、11月からですね、ちょっと新企画を始めようと思いますんで、うん、かわいいですね、楽しい、もう響きが楽しい、新企画、新企画スタートです7月から始めて、4ヶ月ぐらい経ちましたけどね、うん、はい、ちょっと皆さんに説明したいなと思います。はい、はい、まあ、この新企画ね、まずやろうと思ったのが、うん、Twitter でカラコさん、こういうのやってみたら盛り上がりますよ、うんうん、はい、私宣伝しますからと言ってくれたの、うん、本当に宣伝 してください、はい、お願いします、本当に。じゃあ宣伝してくれたら、じゃあやりましょうと、はいはいはい、はい、いうことで、うん、やることにしました、うん、はい、はい、ありがとうございます。で、企画内容なんですけど、うん、僕たちが、まあ、今2人で旅してて、うん、稼いだ収支額の、うん、1% を、見てくださってる方に、うん、プレゼントしようと、うん、ああいいですね、いうふうに思います。ああ、素晴らしい、はい、YouTuber っぽい、一番っぽいですか？ぽい、はい、すごくぽい。本当はね、僕はね、あの2人で稼いだ額の収支の全額をプレゼントしようっていうふうにあのしたんですけど、はいはい、こいつはせこいんでね、ちょっと何分誰がせこいんだお前、何分せこいんでね、何分じゃないよ、はい、なんだお前いや、まあね、わかるよ、はい、全部あげたい気持ちも俺もあるけれども、はい、やっぱね、あのせかせて部分もあるじゃないですか、正直ね、うん、上げすぎても良くないなとも思いますんで、あ、そうです。まあ、じゃあね、あの間を取って、はい、じゃあ 1% にしようと、 1% 間取ってね、はい、うん、そうそう、 1% で今じゃあ行こうじゃないかと、はい、すいません、ちょっと僕は本当に全額したかったんですけど僕の力がだいぶ弱いんでね、ちょっと申し訳なかったです。いえいえ、はい、ということでね、はい、まあ 1% 差し上げますよということで、うんうん、あの1月でね、僕ら今どんどんこう、収支を発表してると思うんですけど、はい、うん、そのうちの 1% なんで、まあ、仮にじゃあ100万円になりましたと、うん、2人で稼ぎました、うんうんうん、その 1% なんで1万円、はい、1万円、うん、1万円分の Amazon ギフト券ですね、はい、ああ Amazon ギフト券ですね、うん、はい、Amazon ギフト券になります。現金みたいなもんですからね。今現金みたいなもんです、はい、もう自由に使っていただいて結構ですんで、はい、その、まあ、1% 分のギフト券で差し上げていきます。お、それ何名様に？1名様でございます。1名様です、はい、1名様は総取りでございます。おお、はい、まあね、あの全然2人だったらね、うん、有利になるし100万いくこともあると思いますんでね、うん、はい、いいんじゃないでしょうかね、うん、と思います、はい、うん、あの例えばどうなんですか、100万、13円とかだったらどうなんですか。100万13円、はい、100万13円の場合、収支だった場合は、はい、まあ、はい、まあ、Amazon ギフト券にそんな細かいところまで出ないと思いますんで、はいはいはい、はい、あの、うん、キレのいいところで、はい、やらせていただければいいんじゃないかなって思うんですけど、はい、どうですか。あ、いいんじゃないですか、切り上げってことでいいんじゃないですか。そこお願いします、そこは切り上げてください切り上げてください。はい、まあね、俺ケチだからさ、はい、うん、ね、切り捨てにしたいところなんだけどケチだしアバウトだからね、はい、まあそこまでならいいですよ、はい、切り上げにしましょう。よかったです、じゃあ、はい、じゃあそういう場合は1万1000円ですかね。1万1000円でしょ、はい、じゃあね、うん、あ、よかったですね、うん、はい、本当はあげたくないけどね、うん、せこいんでね、うん、はい、で応募資格、うん、どういう感じですかね。応募資格に関しては、はい、まず僕とカラコのツイッターやってるので、うん、はい、それのフォローをお願いします、はいはいはい、でフォローしていただきます。でフォローしていただいたら2人のね、うん、で、あとは、毎回ね、あの月初に、はい、こう差し上げますよっていうよりも抽選をしていくんですけど、うん、はい、その抽選方法が、はい、大喜利です。大喜利、うん、普通のことやってもつまんねえなと思うんで。ああ、確かに確かに、うん、あの大喜利やって、あ、この人面白いのやべえじゃんってなった人に進展します、はいはい、そうですね、はい、その応募のためだけにあのフォローして、うん、応募終わったらフォロー外すってやめてくださいねフォローし続けてくださいねそこ見に行きますので、はい、ちょっと寂しいしね、はい、うん、はい、まあ、強制とは言いませんが、なるべくね、うん、うん、お願いしたいですね、はい、はい、なるほどね、はい、うん、大喜利か、まあ、うん、大喜利ですよ、うん、例えばあのね、ちょっと見本もね、あのお見せしようかなと思いますんで、ここにちょうど芸人がいるんで、ちょうど芸人がいるんで見本いりますか。みんな知ってるでしょ、だって大喜利ぐらい。ええー、いやいや、見本なんかどんな、あの、やり方はね、分かると思うんですけど、どんなレベルなのかなっていう、ああ、そこだよね、うん、じゃあ、手本見せましょうか。手本見せましょう、はい、いいでしょう、はい、じゃあ大喜利、ででーん、はい、お題は、うん、
こんな店員がいたら嫌だ。店員が嫌だ、うん、何の店ですか？パチンコ。あ、パチンコ屋の店員でですね、うん、はいはいはい、うん、どうぞ。早い時間欲しい、時間欲しい。はい、いいですよ、いいですよ、はい、大丈夫、はい、いける、はいはい、じゃあお題は、うん、こんなパチンコ店員さんがいたら嫌だ、はい、回答どうぞ。開店前に並んでたら店員さんがニュージーランドの墓で迎える。墓わかります？まあみんなは知ってるでしょうね、きっとね。もうなんとなく分かってる。いやでもこれ、これ大爆笑してます。一応説明しておくと、あのあれですね、あのオールブラックスね、そうそうそう、うん、あのブラグビー選手ね、試合前にやるあの踊りですね。はい。いやですねこれはね、で、はい。回転前にやってるってことですね。はい。はいはい、で逆にどうですか？逆俺芸人でも何でもない、僕だけ傷を負いたくない。巻き込むなよ。こんなパチンコ店員は嫌だ。どんな店員？はい、はい、はい、パチンコを打ってて格ゲーなりましたと、うん、すごく気分がいいです、うん、ふんふんってやってる時に店員さんが、うん、格変ごとにおめでとうございますって耳元で支えてくる。嫌じゃないでしょ、別に。嬉しいでしょ、それ。嫌でしょ、毎回やられた。嬉しいか？嬉しいでしょ、それは。おめでとうございます。嬉しいじゃないですか。普通に元気ありますからね、そういう店。あ、ま、マジで？俺はちょっと嫌だ。なんか恥ずかしい。はい、こんなレベルです。まあ、こんなレベル、なんでもいいのでね、はいはい。僕らがもう完全に主観で、誰がいいかっていうのをね、話し合って決めますので、うん、はい、お願いします。お願いします、はい、お待ちしております。はい、そんな感じですかね。うん、ですかね、はい、はい、じゃあ皆さん、たくさんのね、ご応募、はい、お待ちしておりますので、はい、また時期が来たらね、うん、あの連絡差し上げると思いますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、今日はありがとうございました。あ、ちょっとですね、終わんねえのかよ。あと、まあこれ12月でやりますけど、うん、もしかしたら途中でなんか大喜利じゃなくなるかもしれないし、あ、まあね、額も、うん、ね、0.1% 下がるかもしれないし、50% に上がるかもしれない。あ、そうね、そうね、スタバカードになるかもしれない。そうね、それはちょっとルールが変わりますので、うん、ご了承くださいということで、はい、はい、ぜひね、変化していきます、はい、多分、うん、そんな感じでこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあバイバイ、バイバイ。
チャンネル登録してね。